はい、こんばんはです。テイク2です。途中でバッテリーなくなっちゃって、まあそれはいいですね。さて、今日はですね、まあ来週の日曜日行われる、ABS カップ赤羽公式練習会ね、金賞でやるんですけどね、ABS カップの公式練習会を今回主催させていただくんで、いろいろ準備してます。で今日はね、ちょっと、実際9分間で今回してるんでね、それを実際やってみようと、どんぐらいな感じになるのかなと、ちょっとこれから撮ってみたいと思います。で、まあ、あの当日ね、こういう感じであの案内図とかいろいろ注意事項を書いた、なんていうのかな、まあ、しおりというものをちょっと作って皆さんにお渡ししたいと思うので、そんなのも楽しみにしててください。さて、それで当日はですね、まあ、皆さんブルサイから始まります。で、受付してね、受験試写して、ブルサイの席に座って待ってていただくんですが、ブルサイの待機場所にはね、この、ちょっと今これから書くんでこんな風にしちゃいましたけど、まあ実際紙だけでいいです。このスコアシートとね、ブルサイターゲット2枚、これを忘れないようにしてくださいね。もちろん銃と弾、ゴーグルもちゃんとしてくださいね。こんな感じで、持って、まあ、ブルズアイのね、今椅子持ってきました。こういう後ろに待機場がありますんで、おーっと頭しか見えない、ここに座って待っててくださいね。で、時間が来ましたらジャッジの方から呼ばれると思いますんで、そうしたら、何々さん、シャドウにお入りください。まあ、実際はアナウンスでまずね、選手の皆さんで定刻になりましたので、シャドウにお入りくださいと、各レンジのね、いうふうに、ま、マイクでアナウンスあります。で、実際ブルザイ、おっと、はい、始まるときに、では、私、山中さんで、山中さんではシャドウにお入りくださいというときに、スコアシートと、このターゲットを渡してくださいね。じゃあ、行きましょうか、9分間。はい。スタートと。じゃあこれをちょっと打っていきます。で、ジャッジの方はね、ブルーズアイの紙をセッティングします。よいしょ。で、実際に2分間のバーツ打ってみましょう。で、今度はこうなると、ブルーズアイのメインコールの、メインジャッジの方からコールきますね。重厚カバーを外してくださいと。で、サイティング練習をどうぞというアナウンスとともにサイティング練習を始めます。一応実際今日打っていますね、全部ね。はい、終わりましたらスタンバイ精度をお持ちくださいという感じでスタンバイ精度を取ってください。ではまずブルーズアイ第1ターゲット始めましょう。スタンバイレディーゴー。いよいよですね、あっという間に。はい、今1分経過です。あんまりよろしくないですね。とりあえずコアス終了しましたね。終わりましたらセーフティーかけて重厚カバーをしてください。で、実際はね、当日は各レーン4レーンで打ちますんで、なんかたまにこれこうなっちゃうね。なんですかね。4レーンなんで4人の方全員が終わったら
ターゲットの交換になりますね。で、初めての方ね、BB 弾とか入れるタイミングわかんないと思うんですけど、もうジャッジの方は取りに行く時も次の BB 弾入れちゃっていいですからね。はい、終了しました。ではターゲットの交換していきます。で、確認しますかっていうやり取りをやって、では第2ターゲットに移りますね。では行きましょうか。では重厚カバーを外してスタンバイ室ですね。ターゲット、サイティング練習は変えていませんからね。では、ブルーズライン第2ターゲット行ってみましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。今のはね、この9分かかってるやつやってますね。やべ、つっちゃった今。ちょっと変な打ち方しちゃったな。うわ、もったいねえよ。うわ、怖えな試合。で、5発終わりましたんでね。ちなみに今みたいになった時はね、多分ね、赤い点がつかないんで×になるんですよね、布打った時ね。で、この時点でも1枚目のターゲットの採点は終わってると思いますんで、こっちはやっちゃいますね。46、5、4、3、2、1。はい、終了です。ではちょっとターゲット持ってみます。で、選手の皆さんは採点上のもので、採点の何だろう、確認をしてくださいとか、採点上のものでお待ちくださいというふうにサブジャッジの方が言ってくれると思いますので、そしたら、そっちに行ってください。まあ、仮にここを採点所としましょう。よし、よっ、こんぐらいか。はい、もう3分前ですね。もったいないね、一発。これとこれか。バタ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 。はい、そうしますと1枚目がこれでした。46の1。よいしょ。で、2枚目はこんな感じでした。40の2。進んで40の2、86の3X。 ほんともったいないな、あの一発で。ここに×がつくんだね。はい、こんな感じで終了です。さあ、そうしましたら今度プレートになりますね。よいしょ。バタバタ慌ただしいですが、で、まあ、採点係の方が言ってくれると思うんですが、では続いてプレートの方に、行ってくださいという感じで言われますんで、今これプレート椅子座りました。で、プレートのね、待機席でお待ちいただければと思います。残り1分だ。その間に、まあ、1分しかないですけど申し訳ないです。
時間が。これの説明しとこうかな。これちょっと別件ですけど、新しくプレートの読み上げ機を作っていただきました。試合形式、10秒ごとはね、10秒間隔モード、これで今の試合開始1分前ですね、とね、準備してプレートスタンバイ、こんな感じで言うのね、レディー、はい、この音になってます。これでずっと練習していただければ、でこれがね、音量調整になってますね、音を大きくしたり小さくしたりになります。さあ30秒前だ、プレートスタンバイ、レディー、さあ、で今度試合形式パターンはね、これから聞いていただきましょう。さあ、そしてプレートになりますね。10秒前、よいしょ、ずっとつながって大丈夫かな。時間ですよ。はい、終了しました。ではそうしたらまた今度プレートの、またね、場内アナウンスがありますんで、各レーンの選手の方はシャザにお入りくださいと。そうしましたら、シャザに入ったら今度プレートのメインジャッジの方から、ちょっと試合形式で行ってみましょうか。試合形式モード、はい、重厚カバーを外してください、はい、ね、言われますね、重厚カバー外します。セーフティーをかけた状態で、はい、最初のターゲットに対してこれね、うちに置いてありますんで、皆さん練習の時使ってくださいね。で、サイティング練習しますね。はい。あ、押してねえ。スタンバイ姿勢でお待ちください。9分押してなかった。で、スタンバイ姿勢でお待ちします。1分ぐらい経ったかな。プレート競技を開始します。はい、じゃあ始まります。プレートスタンバイ。レディー。プレートスタンバイ、レディフライングしそうになりましたね。やっぱ試合を感じてるな。プレートスタンバイ、レディープレートスタンバイ、レディー。
開発してからの動揺は。プレートスタンバイレディー、球団を行ってください。プレートスタンバイレディいいでしょうこれ。はい、ということでね、今残り3分、ちょっと1分早くしましょうね。3分あります。そしてまたここで、ジャッジの方のね、これ11枚だったんで44点ですね。11枚44点と、ジャッジの方もね、たまに間違えることもあるんで、自分の点数は本当自分で守ってくださいね。堂々とそれ間違いがあったときは、ジャッジの方にちょっとこれ違うんじゃないでしょうかということは申し上げてください。さあ、そして今度はシルエットに移動します。まず持ってきてしまおう。でスコアシートはずっと持っていきますね。移動します。時間がでもあれか、24分、これ1回切んなきゃダメだな。はい、ということでもう2分前ですねこれ。2分前になりましたね。でシルエットの方も待機椅子がありますんで、座ってね、待っていてくださいね。ジャッジの人に話しかけるもよし、話しかけないもよし、自分は集中したいんだけど話しかけてくれる人がいるっていうのもあまりイラつかずに、なんとか始まるまでを過ごしてください。あと1分ぐらいかな。だから結構ね、時間あるっちゃあるでしょう。でもちろんもう座ってんの嫌だと、ストレッチなのなんだろうちょっとね、ある方は全然立って待ってても構わないですからね。そこはご自由にしてください。こんな感じの流れなんですね。だからまあ急になんかね、やっぱねブルズアイの採点かな、そこがちょっと長引いちゃったりすると慌ただしいんですが、割と座ってからは 1,2 分のぼーっとする時間はあります。ただトイレとかちょっとね行く時間ないと思うんで、競技始まる前にねトイレとか済ましてお待ちしていた待っていた方がいいと思います。もうどうしようもない時はほっと言ってくださいね。それなんとかしますんでね。さあ、ということでここら辺で9分かな、あと10秒、
やー、楽しみも楽しみなんだけど、まあ、ただ去年結構これでやってるんでね、まあ、なんとかなるかなというふうに思ってます。さて、じゃあこれでまた Q にして、ちょっと一回切ろうかな。行きましょうか。はい、ではシルエットに参りましょう。一応また9分測ろうかな。では、シルエットの車内にお入りくださいということで、車内に入ります。アナウンスがありますんでね。で、では重厚カバーを外してくださいと。で、サイティング練習1回でいきます。サイティング練習をしてくださいというジャッジのホールでサイティング練習を始めてください。はい、終わりましたらスタンバイ姿勢でお待ちくださいと。スタンバイ姿勢というのはね、ポッキングしてセーフティーを排除したポッキングして射撃の姿勢を取ったら45度以下にしておくんですね。ポッキングしたくない方はその胸をジャッジに言ってください。こっちじゃないかな。じゃあ、このところタイマーで行きましょう。では、シルエットスタンディング競技行ってみましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。よし。あ、外した。1分経過ですね。外してしまった。はい、終わりましたね。私はね、セーフティングで中継カードをしてくださいね。よし、よいしょ。シルエットが安定しないんだよな。そっか、これどうしようかな。取り続けてるから20秒、これから取るか。こんな感じでいってみましょうか。では、クローンに行きたいと思います。はい、クローンジャッジの方はね、重厚カバーを外してくださいと言われるまで重厚カバーを外していきませんよ。で、サイティング練習を1回行きます。靴変わったからキュッキュッてんな。よいしょ。終わりましたらスタンバイしてで、では、それではシルエットプロン競技を始めます。スタンバイ、レディー、ゴー。
一分経過しますね。シルエットはちょっと17、とりあえず終わったんでセーフティーとする効果はよいしょ。はい、競技終了になります。よいしょ。3分ありますね、まだね。よいしょ。でジャッジと確認するわけですね。当たったやつと。ですんで、これは9点の9の15で24。はい、ということでした。で、ちょっとせっかくなんで、まだ2分あるね。ターゲットを戻して。含めても9分間で収まりそうですね。まだ1分40秒ありますね。まあこんな感じで流れていくんですね。それでですね、最後シルエット終わりましたら、受付と同じところになると思うんですけど、集計所っていうのがありますんで、集計所は丸善の関さんがね、いますんで、受付と同様に。そこで点数の、なんて言うんですよ、記帳っていうんですかね、それを済ましてお帰りください。70156の3。まあ今公式でこれぐらい出たらな、十分ですね。まあ、こんな感じで、今度の公式流れていきますんで、皆さんちょっと戸惑うかもしれないですけど、一応案内係でね、私もずっと張り付くんで、なんか不明な点があったら何でも質問してください。そんな感じでしょうかね。まあちょっとこれから一周する動画をね、ちょっと全部9分単位でやっていこうかなと思ってます。ということで、ちょっとこんな感じになりますよというのを撮ってみました。来週皆さんどうもよろしくお願いします。いつも言ってるんですけど、練習通りのね、射撃がね、一発でも多くできることを祈っております。まだ1週間ありますんでね、大いにあがきましょう。ということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。